じゃあ今日もよろしくお願いします。こんにちは、こんばんは、三浦です。今日も張り切ってラグビーの話をしてまいりましょう。先日に引き続きですね、ちょっともうどんどん時間もなくなってきたんで、花園の出場校のチーム紹介をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。今日の島はここですね。なんとなくパッと見ですけれども、シード校が優勢な島かなというふうに思いますが、まあそれぞれ見ていきましょう。僕はですね、実は今回の花園で一番気になっているチームのなんですよね。第102回全国高校ラグビー大会花園、春の選抜からもっと言うと去年からですね、今年一番気になっている学校佐賀工業ですね、は姫野選手出身校の、中部大春日が丘と同じ島ということで、同じグループということで、佐賀工業がもう去年ぐらいから気になってしょうがなくて、で、あと、まあ、後で出てくるんですけど、まあ、どう考えてもあのフルバックの1年生の子で、今年2年になった井上選手がやっぱもう気になってしょうがなくてですね、で春選抜のベスト8を見に行かさせていただいたんですけど、熊谷に、まあ、彼を見に行ったと言っても過言ではないかなというふうなところでございます。だから佐賀工業は気になってたんで、まあ、この島に入ったのかという感じでした。で、相手に不足はないということで、シード校は春日と、で他も高知中央とか、あと何といっても新学校、近大和歌山、名護、岐阜工業ですね。それぞれ見ていきたいと思います。で、ちょっとちらっとツイッターで見つけたんですけれども、あ、ごめんなさい、もう今この3つの島説明終わりましたね。行政、国土地島はやっぱいつ見ても激しいなというところと、天理、B シードながらもちょっと A シードっぽくなっている天理というところと、大阪桐蔭と東海大相模が先日、東海大、まあもちろん東海、桐蔭と大阪桐蔭は関係ないんですけれども、まあ、東海大相模どんだけ桐蔭好きなんだと、なんかいうようなことをちょっとちらっとお話しさせていただきましたが、今日はですね、ここですね、春日と佐賀工業のところですね。なんとなく、すみません、バーって見たところ、まあ、どの島も、まあ、蓋開けてみたら当然シード校優勢なんですけど、それが結構特に如実に現れたグループかなっていうふうに僕は感じました。で、先ほどちらっとお伝えしたんですけど、先日見つけたんですよね、野沢くんのツイートでですね、コーチングさせていただいている佐賀工業の関西遠征&今シーズンのコーチングが終わりました、選手が一歩でも夢に近づけることを願っていますということで、多分スポット的にコーチされたのかな。で、なんといっても野沢くんはですね、去年一昨年大阪挑戦とかもコーチですごく実績出して、やっぱ指導者として、高校指導者としてすごく僕はめちゃめちゃいいんじゃないかなと思ってるんで、その野沢くんがですね、まあ、スポット的とはいえ佐賀工業を見たっていうのはちょっと面白いニュースだったなということなんで、ちょっとシェアさせていただきました。じゃあその三浦が期待している佐賀工業から見ていきましょう。ここですね。まず主な成績は九州大会冬がブロック優勝、ブロック優勝ってことは東とは違ったとこかな。で、名護に58-5。ああ、名護同じ島じゃないですか。ははは。で、九州大会春が準優勝。で、決勝で、東に10-33と。で、選抜大会ベスト4で棄権。残念でしたね。ちょっとね。なんですが、なんといっても選抜で国土中破った試合は圧巻でした。で、セブンズが1位トーナメント5位。で、サンリックス5位で、まあね、もう、な貫禄のシード校って感じでしたね。で、高校日本代表 U70 アンダー70ユーストレッセンとかセブンズアカデミーも、まあ、それなりにいると。でもうリーグワンの主な現役 OB はもう挙げたらきりないんですが、五郎丸選手ねを筆頭にですね、宮上くんね、水間選手も佐賀工業なんですね。水間選手はリーグワンどこ行くんだろう、気になるな。あ、新井選手もそうなんだ。横浜、キャノンイーグルス、日本代表に近いスクラムハーフと。
ああいうところでちょっとほうほうほう、やっぱそうそうたるメンバー輩出してますね。やっぱさすが伝統校という感じがします。じゃあチーム紹介見ていきましょう。10年ぶりのベスト8に進出した花園に去年ですね、春の選抜では19年ぶりのベスト4、そうなんだ、19年ぶりなんですね。名門復活ののろしを上げているということで、今年の佐賀工業は本当要チェックかなとマジで思っております。でこれ今から説明しますが、まあ、佐賀工業といえばゴリゴリのモールチームがやっぱ展開にやっぱ降ってきましたもんね。だからそのダイナミックな、ラグビーがなんか見れるんじゃないかなと思って、今年結構本当に楽しみなんですよね。今年のチームは、古城総監督が30年以上の指導で 1-2 を争うというほどのチーム力が高く、やっぱそうですね、まさに黄金時代を迎えようとしている。高校日本代表候補で115キロ、松井選手とアンダーセブンティーンユーストレッセンで120キロ、いいですね。重量級を揃えた第1ですと190センチ高岡選手、192センチの古賀選手、190、うわ長身選手の揃うロック陣じゃないですか。いやいやいや、集まりましたね。でフランカーマスオ選手でいいのかな、マスオ選手とアンダーセブンティーンユーストレッセンのナンバー8、中川、ら機動力に長けたバックロー、高さ強さ機動力の3拍子を揃ったフォワードに加えて、今年はバックスにも才能豊かな選手たちが揃い、例年以上に多彩なアタックを見せるということで、すぐに井上選手の説明になるかなと思ったら全然他にもいると。アンダーセブンティーンコベルコカップで優勝した九州選抜の主将を務めたウィング大和選手かなと CTB 後藤選手の2人のセブンズアカデミー候補生はいずれもキレのあるランニングでトライを量産する注目のアタッカー。そしてここですね、今大会ナンバーワンキッカーの呼び声高く次世代の顔として期待されるフルバック井上選手ですね。2年生1年からもうね要チェックしてましたからね。と高いランニング能力と飛距離のあるキックが持ち味のスタンドオフ服部選手は、昨年ブレイクした国土地の伊藤青柳に匹敵する才能を感じる注目の2年生コンビ。はは、質量ともに充実したフォワードと、機動力とキックを駆使した多彩なアタックで悲願の花園初優勝。なるほど、いいっすね、揃ってますね。井上選手全然大きくないんですけどね、細いんですけど、まあ、これから多分体も鍛えていくと思うんですが、その中でも強さもあるし、もう去年もう輝いてましたね。で春も選抜国土地を破った時にも相当もう一番活躍してましたから、まあちょっと花園は要チェックかなと思います。まあ春日が本命の相手だと思うんですけれども、どうなるかっていう形なんですが、僕はですねかなり A シード校にも近いB シードだと思ってるんで、佐賀工業皆さん要チェックしてください。今年結構荒らしてくれるんじゃないかなと一番気になってますね。もちろんA シード校とか、まあ、それなりの学校も全部チェックしてるんですけど、中でも佐賀工業を台風の目っていうのもどうかと思うんだけれども、なんとなくみんなが思ってる以上に強いっていうところをお伝えしておきます。なんとなく佐賀工業もちろん有名だよね、伝統校だよね、分かる分かる、それなりに強いんでしょっていうところの、皆さんが思ってるところの1段階2段階上にいるというふうにお考えいただいた方がいいんじゃないかなと思います。佐賀工業本当に本当に要チェックですというところで、じゃあ参りましょう。続きましてその本命の相手である春日ですね。春日は正直言うと春のあれちょっと大丈夫かなと思ってたんですが、どうやら仕上げてきてるみたいですね。なあ見てみましょう。実績、東海大会優勝、朝っけに67対5、圧勝と。で、選抜大会ベスト、これを見た時思ったんですよね。東福岡に完敗してたんで。で攻撃もちぐはぐだったんですよね。フォワードで行きたいんだか、キックで行きたいんだか、バックスで行きたいんだかっていうのがちょっと分かんなくて、ちぐはぐしてたんで、今年春日大丈夫かななんて思ってたんですけれども、で、セブンズも2位トーナメントですね。1位トーナメントじゃなくて5位と。で代表経験者もいらっしゃる、物部君がね、姫野選手の第
ない次期姫野選手と言われてますが、もっともっと爆発してもらいたいなというところですね。でもまあそうそうたるメンバー出してますよね。今年やっぱ筑波2年の堀選手ですね、堀日向選手ですね、やっぱ要チェックなのは。小池選手なんか結構筑波ラインがあるんだな。福田選手、今春日に今日のチーム紹介に福田選手出てくるんですけど、兄弟なのかな、ちょっとそこは分かんないですけどね。じゃあ、チーム紹介見ていきましょう。昨年の花園でスタメンメンバーの11名が残り、ああ結構残ってんだ。あの期待の世代としてスタートしたが、そうそう、選抜で東福岡に5対54と大敗を喫して、以降サニックスセブンズ、13名を送り込んだ国体では結果が伴ってきていない印象もあったがですよね。なんですがここですね、愛知県予選全4試合を60点以上無失点の完璧な内容で優勝し、ここに来て一気にチーム力を高めてきたということなんで、僕が見た春の春日とは違うというふうに思いますね。今年のチームは前列からバックスまで体格と走力に優れた選手を揃えた大型チームで、体格の中でも屈指の体格、物部選手ですね、とプロップ中村選手の2人の高校日本代表候補がポイントで、しっかりと体を張り、物部はモールの重要な起点にもなると。バックス出身の浜浦選手がフッカーですね、抜群のステップと、推進力で積極的な突破を見せ、ラインアウトで安定したスローイングを見せる注目のフッカーと、で加藤選手と湊選手に高校日本代表候補の福田選手、あやっぱ絶対兄弟だな、代まで一緒だもんな、福田大兄弟のような気がするな、もし知ってたら教えてください。福田選手らがそれをバックローは抜群の走力でグラウンドを縦横無尽に走り、ボール運びからトライまで多くの場面に顔を出すと、斉藤選手らスピードランナーが揃うバック3にランニング能力と高いスキルを持つスタンドオフ関口選手と、多彩なキックを使いこなす CTP 黒崎選手の2人のゲームメイキングにも注目と、優れた体格と高い身体能力に全国での経験値など一時代のピークを迎える充実の世代は、前々回のベスト8を超えでベスト超えでチームに新しい歴史を刻めるかと、ああいうところですね。だからこのレポートしてくれている方が言うには、まあ上げてきてるというところなんですが、僕はまだそこまでの実感がなく、いいその選手たくさんいるんだけどチームとしてどうなんだろうなっていうのが結構厳しめの僕の春の評価だったんですけど、どうやら相当上げてきてるみたいなんで楽しみにしたいなと思います。まあもちろん今から他の学校紹介しますが、まあ順当に例えば B シードで春日と佐賀工業やったら相当面白いですねこれ。楽しみです。じゃあ行きましょう。ノンシード校で近大和歌山、今ね花園常連校になりつつあります、近大和歌山というところですね。でちなみにブロック初戦で危険か、なるほど。で選抜も未出場と、セブンズも2でもセブンズ2トーナメントですね、11位と、代表経験なしということと、まあ大学にはいらっしゃるということで、まあ進学校ですからね、とにかく偏差値とか異常に高いですからね。近大じゃなくて慶応にもちょっと来てくんねえかなそんなことばっか考えてんじゃねえよって話なんですけど、じゃあ行きましょう。昨年関西リーグで旋風を巻き起こした近畿大の付属校、まあそうですね、近年ラグビー強化を図る中高一貫、中等部にはラグビー部ではない、ああそうなんだな、ははで偏差値70を誇る進学校、すげえ花園予選はここ4年で3回目の優勝で、滋賀県とともに近畿内で高い壁となっている大阪、京都、奈良、兵庫の4府県に対抗する勢力として期待がかかる。そうですね。で、これ滋賀と和歌山が強くなったらもう近畿止められないですからね。伝統の展開ラグビーの特権として期待されるのはスピード豊かなトライゲッターウィング、吉本選手、湯本選手、吉本選手だろうな。と1年次からレギュラーとして出場しているスタンドオフ森口選手に、キックパスランニング能力にだけエースとしても主将としてもチームを牽引する CTP 岸選手、特に岸は選出されていないものの高校日本代表候補レベルの注目のランナー、なるほど要チェックですね岸選手。チームの目標は花園初勝利ということで名護、な
花園で勝利ないんだな。いや、まあ相手名護もう、まあもちろんあれなんですけど、読谷ですか、読谷に勝ってきたのか。だからね、まあちょっと初勝利期待ですね。ということで、楽しみにしましょう。まあ近畿大にたくさん行くんだろうな。で名護ですね。名護はブロックに決勝で、あ、佐賀工業とやってるんですね、先ほど。なんか結構近しいところでやってんな。で、九州大会春1位ブロック1回戦敗退。あ、北洋大でも相当いい試合してますね。で、選抜が未出場のセブンズが県予選敗退と、宮里選手、U17。宮里と聞くとやっぱ沖縄を感じると。でリーグワン、このいつもの読み方わかるんですけど、横浜キャノンイーグルスのあの選手ですね。プロップですよね、確か。まあ結構いるね。じゃあチーム紹介としてはですね、昨年話題になった読谷ですよね。なんか、読谷でいいのか、すっごいいいチームでしたよね。準決勝だったんだ、予選で。破り、決勝では県下最大のライバル、コザ高校を破って2年ぶりの優勝。2年ぶりか。1年時に花園を経験し、トップ役のあるナンバー8、比嘉選手と、110キロのプロップ、かや選手。かや本選手か。らが揃う平均体、あららら、これまたでかいですね。91キロのフォワードが強力で、推進力あるモールが今年のチームの最大の武器。バリバリのモール系ってことですね。フォワード系ですね。バックスにはスピードのある CTB 矢部、やウィング中曽根らが揃い、最後尾からはアンダーセブンティーンユーストレセンで183センチの大型フルバック宮里選手、おほー、2年生、なるほど、が力強いランニングでチャンスを作り出す。沖縄県勢の最高成績が86大会と93大会に同校が進出した3回戦、なるほど。春の九州大会では長崎北洋大に前半はリードを奪うなどして健闘し、例年以上にチーム力のある期待の台が目指すのは沖縄県勢悲願のベスト8というとこなんですが、そっか、近大和歌山と名護。なんかこれ読むとなんか名護の方が優勢だな、やっぱり。まあどんなチームになるかって感じですね。沖縄、去年のね、読谷でいいんですよね。めちゃめちゃいいチームでしたからね。で、そこがでも連続で花園出れないんですね。沖縄もやっぱ結構活発ですね。強くなったら、もっともっとね、ベスト8とか行けたら面白いですね。楽しみです。じゃあ続きまして、まあこれまた花園常連校ですね。岐阜工業。岐阜工業は結果として東海大会冬で A ブロック1回戦敗退。名古屋に7対17。で、その名古屋にリベンジしてると、B ブロック優勝春、45対12と。で、選抜未出場、セブンズ、1位トーナメント入ってますね。そうだ、そうだ、1位トーナメント結構沸かせたんだよな。ジャイキリでしたよね。殿部くん、岐阜工業なんですね。大東大4年、もう卒業じゃないか。でもまあ、一部残留と。いうところで、大東大に結構行ってるね。小沢選手もそうなんですね。じゃあ見ていきましょう。そうだ、北洋大だ。夏のセブンズのプール初戦でいきなり強豪の長崎北洋大から金星を挙げ、1位トーナメントで琉球大柏屋は、京都工学院高専カトリックら強豪と戦い、10位と健闘したことは記憶に新しい。バックスは期待ってことか。関商校との決勝戦では残り4分で獲得した PG を決め8対7。現代ラグビーとは思えねえぐらいの超ロースコアと逆転し、5年ぶりの花園切符をつかんだ。今年のチームはバックスに俊足揃いの選手が揃っており、だからセブンズのあれですね、伝統のフォワードではなくバックスが得点源となっている。攻撃の軸となる CTB 田中選手やチームナンバーワンの俊足トライゲッターのウィング岩田選手、2年楽しみだな、にボールをつなぐのがチームの方程式だが、セブンズで活躍したが予選を怪我で欠場していたゲームメーカーのスクラムハーフ山際選手の復帰が待たれるところ、ちょっと待ってますって感じですね。
花園でもジャイアントキリングで旋風を巻き起こすかに注目。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。面白いですね。で、相手高知中央不足なしと。やっぱごめんなさい、ちょっとシード校ばっか目いってたんですけど、やっぱいいチーム多いっすね。まあだからここら辺のね、学校は本当に花園常連なんですけれども、やっぱね、シード校との壁があるんで、こういう学校がやっぱ強くなってくると、もっともっと花園全体がね面白くなるなっていうのを、名護とか紀北工業とか今からの高知中央とかにやっぱ期待しちゃいますよね。あ、もちろん近大和歌山もなんですが、なるほどなるほど、楽しみですね。ジャイキリ一回もセブンズでやってんだとしたら、今回もちょっと見たいですね。じゃあ次行きましょう。楽しみにしてます。高知中央が最後かあっていうところで、主な戦績としては A ブロック1回戦、なるほど、上等に0対67か、上等も仕上げるね。で、選抜大会未出場のセブンズ県予選敗退。でもまあ今徐々に OB 増えてますからね。ね、高知中央はもう素敵な学校です。もうなんか今風の学校ですからね。ちょっと楽しみだな。じゃあ見ていきましょう。現チャンピオンの松山星稜の前に四国のラグビーをリードしたね。そう、ああ、でも松山星稜がだんだんね、顔になってきましたからね、四国の。今年のチームはラインアウトとドライビングモールを中心のゲーム運びで、安定したボールを記憶するフッカー・ヒロミ選手、一世、かっこいいですね、のスローイングには注目。また共に機動力とボールキャリー能力が高いナンバーエイト、いますね、やっぱ留学生、塩足モヘノア選手とポロティモテの高い個人技も大きな得点源となっており、インパクトプレイヤーとして途中から出てくる福岡選手、ルカスも強烈と。1年生、選抜とセブンズの出場に逃し、今年初めて臨む全国の舞台ではチーム初の正月超えを目指すと。ああいうところで、なるほど、高知中央と岐阜工業も熱そうだな。高知中央はね、インタビューさせていただいて、本当素敵な監督でしたからね。まあ、ただそう、留学生いる割に、だからね、本音としてはもう少しね、行ってもらいたいですよね。でもまあ新高校だし、これからかなっていう感じはするんですけどね。で、いい選手もたくさん輩出しだしてますから、これからの学校ですね。なんですが、やっぱ期待しちゃいますね。もうちょっと上を行ってほしいなというふうな気がします。ということで、このグループは以上になりますが、なんかすいません、こうやってじっくり説明するまでは、春日と佐賀工業がかなり優勢の島かなと思ったんですけれども、ノンシード校もやっぱ素敵な学校多いんで、このグループも楽しんでいきましょう。近大和歌山、名護、岐阜工業、高知中央と。で、両土サイドにはシード校が春日と佐賀工業、三浦が最も気にしているチーム、気になっているチーム、佐賀工業の島ということで、ぜひこのグループも楽しんでもらえればなと思います。頑張れ花園選手たちよ、ということですね。それでは、またお会いしましょう。本日は以上です。では。